イッチは最近待望のタイトルトラック「アンタッチャブル」を含む最新アルバム「Born2Be」をリリースしました。しかしこの曲はすでに音楽業界やファンの間で波紋を広げており、韓国のネチズンはこのリリースについて複雑な感情を抱いているようです。Born2Be は一致の多彩性を示すもので、さまざまなジャンルを含む10曲が収録されています。注目すべき点の一つは、このアルバムにグループ初となる各メンバーのソロ曲が収録されていることです。興味深いプロモーション戦略により、これらのソロ曲のミュージックビデオはアルバムの発売に先立って順次公開されました。リードシングル「アンタッチャブル」もミッドテンポの EDM ビートとコーラスの魅力的なギター伴奏が際立っています。有名なソングライターのバンヘヒョンとイスランによって作られたこの曲の力強い歌詞は、世界の無数の課題や紛争に立ち向かい克服することについて語り、立ち直る力と強さのメッセージを体現しています。しかしこのアルバムに対する韓国ネチズンの反応は様々です。この曲のユニークなスタイルとグループの見事なビジュアルを称賛する人もいれば、曲の好みが分かれるという人もいます。共通しているのはメンバーの個々の美しさとミュージックビデオ全体の美しさへの称賛です。ネチズンは曲が大好きです。いい曲だよ。この曲は典型的な小規模アイドルのプロダクション品質で、非常に一般的のように聞こえます。しかしユナがゴージャスなので MV を全て見終えました。なんだか最悪ですね。これは私には合わないと思います。おう、4人ともすごくいい表情してる。この曲にはあまり好感が持てません。ああ、チェリョンさんは本当に美しいですね。この曲はとても良いです。実際これは彼女らのこれまでで最高のタイトル曲の一つだと感じています。ネチズンはこの曲の音楽スタイルについて複雑な感情を表明しており、イッチのレパートリーに新鮮な追加であると感じる人もいれば、通常の好みとは異なると感じる人もいるようです。